ハレル・ハリーシュは、ドイツで活躍した、チェコのバイオリニスト、ボヘミアのホーネルブに生まれた。プラハで、アントニーン・ベネビィッツに、ベルリンで、ヨーゼフ・ヨアヒムに支持する。その後の4年間は、ベルリンで、ベンヤミン・ビルゼ楽団の一員として活動した。ケーニヒスベルク、マンハイム、バイマルにおいて、オーケストラのコンサートマスターとして、経験を積む。 ソリストとして初めて注目を浴びたのは1884年にアイゼナ派のバッハ音楽祭でヨアヒムとバッハの二つのバイオリンのための競争曲で共演してからだった。1893年にベルリンの宮廷楽団のコンサートマスターに就任、ベルリン芸術大学に教員として加わった。この頃、カール・マルケース、アドルフ・ミュラー、 フーゴー・デヒエルトと共に、自らの弦楽四重相談を立ち上げた。後には、大学の同窓生だったピアノのゲオルク・シューマン、チェロのデヒエルトと、ピアノトリオも設立した。1897年にはヨアヒム四重相談に、第二バイオリンとして加わっているが、この時の同団には、ヨアヒム、ビオラのエマヌエル・ビルと、チェロのロベルト・ハウスマンが在籍していた。シューマン、デヒエルト、 ハリーシュのトリオハリーシュは、オーケストラやアンサンブルで演奏しながらも、ソリストとしてのキャリアを維持し続けた。1896年と1897年には、アメリカ合衆国への演奏旅行に出かけている。ベートーベンのバイオリン競争曲作品61の演奏で知られていた。彼は、1896年11月13日のアメリカデビューでもこの作品を演奏している。 ベートーベンの競争曲をニューヨークでかつて聞かれた中でも有数の興味深く見事な作品と評する同地での演奏は過去のウジェヌイザイの演奏と比較しても好意的に捉えられており演奏表はハリー・シュシの演奏を聞くことは古典的なバイオリン演奏の意味するところを理解することなのであると締めくくられた。1896年12月4日にはカーネギーホールにおいて ウォルター・ダム・ロッシュが指揮するニューヨーク公共楽団とルイ・シュポアのバイオリン競争曲第8番を初演している。ヨアヒム四重相談、左から順にハウスマン、ヨアヒム、ビルト、ハリーシュ・ハリーシュは初演の奏者ではなかったものの、発表当初は人気のなかったチャイコフスキーのバイオリン競争曲作品35を擁護した。チャイコフスキー自身も188 18年に ライプツヒで、ハリーシュが自作を演奏するのに立ち会っており、忘れがたい日であったと述べている。1905年10月19日、リヒャルト・シュトラウスの指揮するベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏により、シベリウスのバイオリン競争曲作品47の改訂版の初演も行っている。同じ演奏会で彼は、チャールズ・マーティン・レフラーの バイオリンと還元楽のためのディベルティスマンの初演も行っているが、この作品はフリッツ・クライスラーとウジェーヌ・イーザイが技術的困難さを理由に演奏を拒否した作品であった。他にも1889年にフランクフルトでデンマークの作曲家エドアルト・ラッセンのバイオリン競争曲作品87の初演を手掛けており、この作品はハリーシュへと検定されている。 1889年10月28日には、ベルリンにて、テレサ・カレーニョと共にエミー・ビーチのバイオリン・ソナタをヨーロッパ初演した。ブラームスのバイオリン競争曲作品77には、自作のカデンツァを残している。ヨア・ヒム四重相談の一員としてのハリー氏は、大々的に演奏旅行を行い、どこへ赴いても賞賛を浴びた。毎年ロンドンを訪れたほか、 ボンのベートーベンハウスで2年に一度開催される音楽祭の常連だった。1905年にはロンドン、パリ、ローマの各都市で連続5日間をかけてベートーベンの弦楽四重奏曲を全曲演奏するという企画も行っている。1907年8月にヨアヒムがこの世を去って四重奏団は解散2年も経たぬ1909年1月には チェリストのハウスマンが演奏旅行中に心臓発作に見舞われて他界した。同年暮れの12月21日にハリーシュもベルリンで救世する。51歳だった。大学でハリーシュの公認となったのがヨアヒム文化のビリーフェスであり、彼はハリーシュの死終相談、トリオも同様に引き継いだ。1888年。 ハリーシュはベルリン出身の著名なソプラノ歌手だったテレーゼ、ゼルプストと結婚している。文下からはデイビッド・マネスラが排出している。注釈出典。ありがとうございます。